はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションクロスレイズ、だいぶですね、機体も揃いつつあって、もう量産機っていうのはいないよね。まあちょっとここら辺の01とかをどういう扱いにするのかあれだけど、まあ結構ガンダム系も揃ってきて、まあ次どこやろうかなっていうところなんですよね。シードは、まあフリーダムが出てきたけど、結構フリーダム取るの大変そうで、ウィングは、まあここでカトルが闇落ちしてるのが出てるんで、まあ次世代機のゼロが出てきてくるっていう感じ。で、G ユニットはあと3話と4話。で、シード、で、アストレイが3話目。で、ディスティニーはまあちょっとシード終わらせてからやりたいのと、スターゲイザーがまあ2話しかないんで、まああれなんですけれども、ただこれだけでスターゲイザー多分取れないと思うんだよね。その周回しないと。シナリオ的に。で、00はまだ次世代機、まあ多分13話のところで、まあ完全に00ライザーとか出てくるとは思うんですけれども、まだ第一世代機のお話なんで、まあ第一世代機が結構取ってあるから、まあ今のところいいかな。っていう感じで、なんかオルフェンズすいません、ちょっとあんまやる気がない、出ないっていう。で、そう考えると、まあ普通にシナリオ進めていきますか。 WOF これ全然もう分かんないんだよね、話の流れが。イオリア、イオリアシュヘンベルクか、まあ、2話もやっていきましょう。普通に国連士官とかしかいねえな。これ士官か、で国連兵、戦艦落とすのかな。中東のアザディスタンで発生したマスード・ラフマディ拉致事件、首謀者は国内のバランスを崩壊させるため保守派の指導者ラフマディ氏を拉致した。アザディスタンを復興させるため外国からの支援を望む改革派の犯行と見せかけ、大規模な内紛を扇動したのである。このテロ行動を武力幇助と判断したソレスタルビーイングはラフマディ氏の救出ミッションを断行。救出に成功したセツナ F セイエイは彼を直接アザディスタン政府へ引き渡すべく、非武装のガンダムでアザディスタンの王宮へと向かう。ソレスタルビーイングのセツナの思いを世界に見せつけるために。非武装のガンダム一機で乗り込むなんて。今回のミッションはソレスタルビーイングのスメラギオ奉仕の決定、私たちは従うしかない。それでもいざとなったら私たちが。放っておけ。え、どうして。面白いじゃないか。あいつは自分の力、信じるもので世界を変えようとしているんだ。ソレスタルビーイングも世界も関係ない。あいつを止めるようなことは俺が許さない。その意見はあなたらしくないと思えるけど。俺は自分の力で世界を変えようとするやつが好きなんだ。たとえそれが俺のやり方と違っていて、俺の望む世界と違うとしても。そして世界はフォンが語ったように、ソレスタルビーイングの計画とその圧倒的なガンダムの力によって少しずつ結束に向けた変化を広げていく。ユニオン、AEU、人類革新連盟の3つの超国家軍による史上初となる合同軍事演習。その裏に隠された真の目的、ガンダムの鹵獲作戦。このモビルスーツ数800機以上にも及ぶ圧倒的な戦力を前に、ソレスタルビーイングの4機のガンダムは全滅も覚悟しての武力介入を敢行する。しかし、
その圧倒的な戦力により追い込まれたガンダムを、真紅の粒子を放つ新たなガンダムが救う。ソレスタルビーイングさえも把握していなかったトリニティと呼ばれる3機のガンダムの存在は、世界の変化をさらに加速させ、時代を新たな局面へ誘った。果たしてそれは変革を願う者たちへの福音だったのだろうか。歪みが生じ始めた世界の変革、その流れは支援組織であろうとするフェレステの理念をも蝕んでいく。イオリア、
ここで戦闘か。トリニティのいずれかを撃破。ヨハンかネーナを撃破するのか。これ誰？クリアリル。奥の2人ね。さて、この3人が生きてるってことは、まあ話的にはまだそんな感じだよね。WOF ってどこまで続くの？その、WO の時代まで行くのかな？なんか行かなそうな気はするんだけど、とりあえずこいつはほっとこう。なんかこれ回避で 71% か。じゃあ防御しとこう。俺は出し惜しみなんかしねえ、全力でぶっ飛ばす。せいぜい俺様を楽しませてもらおうか。2300か。回復するか。2300回だったら回復するね。一応ゲージちょっと溜まってるけど、なんかプルトネとかここら辺で終わりそうな気がするな。まあそもそもビームサーベルとビームライフルしかないからね。いらないっちゃいらないか。さあどっちの方が倒しやすい。防御力は184、あとは守備値170、守備値200、GN ランチャーが4000あんのか。あー、こっちの攻撃力が低いな。あ、そうだよね、機体的にそうだよね。そういえば、あーでも回避率がちょっと高いのか。でも75だったら当たるっしょ。頭の軽い女に用はねえ。あんた、私を本気で怒らせたいの？まあ4000くらいか。反撃で減らして次のターンで倒したいけど、この2人も攻撃してきそうだからな。ちょっと怖いけど、これはだってもう防御でしょう。2000の、あ、反撃してこねえし。じゃあそのままちょっとビームライフル当てて、あと一発か。やばいやばい。でもこれ 50% でアラートなるからね。2400 85%、 こっちの方が高いね。切り刻む。ガンダムの力、その身に刻め。じりじりに消えろ。ほらほらほら。なんなのこいつ。今日めちゃくちゃたまるな。
本の回復を待つ間にも世界に変革の嵐が吹き荒れた。スローネによる過激な武力介入、刹那 F 戦炎を中心とするソレスタルビーイングとスローネチームの衝突、そして決定的だったのが GN ドライブ搭載モビルスーツの国連軍への配備。何者かがイオリアの計画に介入している。それともこれこそがイオリアの。4ターンってこれターン制限があるとさ、経験値稼げないんだよね。5機か。戦闘に持ってきたいのはバーチェとかを持ってきたいんだけどな。ここ
どうすればいいんだ。こうのこう、こうのこう、これでいいや。で3ターンで撃破か、実質。じゃあもうガンガン行かないとダメだな。作戦ガンガン行こうぜ。こいつ乗せてんのかな。あ、3機乗せてる。で全滅でしょ。だってアストレアってのは一斉射撃がある。 GN ランチャーも持ってんじゃん。まあまあまあ少し欲しいっちゃ欲しいな。ヒットポイント少ないけどね。でもまあちょっと時間を取れないんで無理ですな。カウントダウン継続中で、一応ちょっとこいつ倒せるから、倒すとどれだけ経験値をもらえるかだけ見てみるか。まあ普通のモビル倒して、まあやっぱり数は必要だよね。でじゃあちょっとこいつを倒しての、超強気にはなった。でこいつを減らしての、よし、かわした。バーチェル倒しての、支援が届くかデュナメスとか無理だな。攻撃連携ってどうなの。8000、強くはないっていうかダメージめちゃくちゃ食らうな。一応当たるな。やっぱまあフェニックスガンダムシャープやらないのはいいな。回避された。01いけ、76いける。かわされたら危なかった。こいつ何くれた。射撃かもらっとこう。でバイエイトはさすがに届かないから、こいつと何メガビームキャン、ビーライフルでいいでしょ。支援でバーストモードいければ全然全然いける。オッケーで次ここから戦艦っていうかモビルスーツが出撃をしてきて、でそいつらは回収したいからここの部隊は進めておこう。ちょっとフェニックスも出しとこう。あ、攻撃できんな。攻撃しとこう。一応 43% か。なんか食らったら食らいそうだな。よし、かわした。一応エクシアも出しとこう。エクシアと、あ、でもこいつ射程4しかないけど、こっちは射程5あるからね。 GN ランチャーがあるから、その分ちょっとこっちの方が使いやすいのかな。やっぱ射程重要だからね。残り2ターン余裕だぜ。まあ、確かにな。これこっち倒しちゃえばもう終わりでしょ。で白旗は上がっちゃえばもう多分激痛扱いになるから、あー、まあ、ピンポイントアタック火力のあるやつで狙っていきますか。まずはヒーロー1万で、トロアもフルオープン、ちょっと届かね。で終わり。
後半戦でどれだけ敵が出てきてどれだけアストレアで倒せるかだよな。さすがにソーダ技術いらないかな。ストック。これトランザムが使えるようになったってこと？てか敵全然いなくね？だってさ、ジンクスが3体、4体出てきただけだよ。これ無理だ。いや、もしかしたら次も、トランザム使えるわ、やっぱり。いけるかもしんないけど、どうしよう。欲しいかって言われたら微妙だけど、まあ5あるのは魅力だよな。 GL ランチャーが魅力だな。まあちょっと池だけやってみますか。とりあえず回収はしておこう。まあ使わない、売ります。トランザムで5000当たるかな。なんかちょっと微妙な気がする。ジンクス倒してどれくらいか。あー結構たまる。しかも超強気になった。こいつはビームライフでいけるっしょ。スーパークリティカル6000、まあ、6000は当たるっていう感じで。ちょっといやでも前期倒してもなんか微妙そうだな。一気戦艦で倒しちゃったんだよね。トロワでフルオープンでいくか。4900、やっぱウィング勢硬いよな。6500ってどうなの。トランザムのスーパークリティカルならいけるはずだ。7000、 OK。じゃあと敵を引きつけよう。クールダウンしてしまった。エネミーターンで攻撃を食らった。残り4体でフラッグだからね。3体がちょっと無理っぽいな。まあとりあえず1体ずつ排除していきますか。ちょっと上がりが微妙だな。やっぱりビームライフルは微妙そうだな。ランチャーにしよう。カリスマ、いやもうちょっとやっぱり倒しておく必要があったか。こいつでうまく倒せばいけそうだね。でも次のさ話はもうなんか期待変わりそうなんだけど。
でラスト、さようなら。もう2体くらいか、まあしゃあない。ってことはやっぱりこれ00の時代まで引き継ぐか。なんか次機体変わってそうな気がするけどね。トランザム、え、マップ兵器属性完全無効。あ、トランザムをクエスト達成してバリア装置が手に入ったって感じか。グループ的には変わらずで、捕獲リストか。あ、なんかいっぱいいる。やった、解体できるのがいっぱいいるぞ。4万5000円めちゃくちゃでかい。これスーパー、なんだっけ、ソニックトランスポーターみたいなやつ買おう。で、移動力が7あるから、今キャニーベースに積んでるのが、まあ、ジャンクパーツは積まなきゃいけないんで、ジャンクパーツ積むでしょ。で、増設ハンガーも積まなきゃいけないんだけど、ブースターを積まなくて済むんで、その代わりなんか別のオプションパーツが積めるっていうところがキャリーベースよりいいところかな。多分キャリーベースよりは、しかもげ あと2万円足んなかったわ。25万くらいかと思ったら、ちょっともう一回どっかクリアしないとダメだ。え、だって破壊できるのってある、なんかあるよね。だってもうここら辺のさ、マグナックとかさ、いらなくない、開発するわけじゃないから。だって最悪トルネードガンダムもいらないよね。ちょっと一回整理しよう。よし、とりあえずいらないもの全部破棄しました。で、まあフェニックスゼロは残してあります。トルネードは潰しました。これとか空いてんだよね。なんかレベル2になってんだけどまあいいや、使わないでおこう。てか今ここの列までか、多分パイロットがいるので、まあ、足んなくなったら買えばいいだけだし。それでユニット管理の、違った、グループ編成で、え、今40万、いや無理だな、ちょっとアークエンジェルとか頑張って手出そうかなと思ったけど、ちょっとスーパーソニックトランスポーター夢のかけら
で、オプションパーツで、こいつ、キャリーベースが装備している、まあ、増設ハンガーつけて、あとは、これは、ちょっとまだ、置いておく。で、ジャンクパーツつけるでしょ。で、まあ、今のところでも、つけるものがなければ、まあ、正直、あれでもいいか。毎ターン 3%、 それいらないな。 3% は少なすぎるよな。追加走行でヒットポイント1万か。1万でかいな。2万6000、これ全体的にキャリーベースよりは強いよね多分。ちょっともう分かんない、どうやって比べればいいんだこれ。あ、これここで比べればいいか。だって2万1000の2万6000でしょ。エネルギーも75の150、っていうかあれか、いろんなこいつら積んでるからか。で、攻撃力も170変わんねえ。防御力150変わんねえ。機動力は100から180だいぶ機動力違うな。で、移動力は7で、空中 A だからね。これ BB でしょ。だったらこれでいいじゃん。武装がね、ちょっとミサイルがないんだけど、まあまあまあ別にそんなね、戦艦頻繁に使うわけじゃないから全然これでいいでしょう。じゃあ、あとちょっとまた12万円くらいお金が貯まっているんで、少しアビリティパーツ、戦艦の人たち、レベル2、あれだよね、多分手に入れたから、情報解析じゃなくて、なんだっけ、ソーダだっけ、先手に入れたの。セット。あ、待って。ソーダレベル1。ソーダ技術レベル2。よし、これ積もう。あと機械知識もレベル2があんのか。うん、ちょっとこれで2万円するかな。で、こいつも機械知識って何にあれだ。まあいいや、入れるもんだけ入れておこう。レベル2、はい。で、8万円。で、ゲストはいらないでしょさすがに。これ経験値でしょ、カリスマ設定。多分通信技術欲しいな。通信の情報解析か。情報解析レベル2って持ってないのかな。あ、持ってねえわ。なんかすげえいいのいっぱいありそうだな今のところ。ムードメーカー MP 毎ターンプラス8。あ、いいな。鉄壁、あー、これもいいな。たっけ、5万円とかすんの。エレガント、弱気にならない、いらない。水中戦の心は意外に金だけ。嫉妬性レベル2欲しいよな。戦車乗り忍耐390とかでかっ。3万円する。電子技術、え、これすごくない。整備通信プラス30。これはこれで索敵能力、エリア内味方ユニット命中率プラス5で、補給機能はつけてるんだよね。エネルギー毎ターン 10%。 誰だっけ、マークギルダーだったかな。あ、これありだな。戦艦連携攻撃プラス500、これを艦長につけるのか。艦長もだいぶついてる。あ、補給機能艦長につけてんのか。統制レベルにつけてるしな。まあいっか、とりあえずまあこんなもんで。ちょっともう一回 WOF の全体像見たい。345、あ、345があんのか。これガンダム変わってる。あ、まだアストレアみたいなになってんな。青いやつが増えてるけど、これアストレア、じゃあ次いけそうかな多分。もう2、3体倒せばいけるっしょ。まあ、ちょっと同じのやるかは分かんないけど。またそうすると話的にダブルを1個進めるのもありかもしんないですね。というところで、じゃあ今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。